お疲れ様です。今日はですね、こちらにラーマンルッチャンやっていきたいと思います。ってことで、まあ、あんま動画でやったことないかもしんない、たまにあるかな、まあ、ラーバルですね。でスケドラインドのヤザップババディガーっていうちょっと特殊なね、ラーバルの方を今日やっていくんですけども、まあ今このラーバルが来てます。はい、単純に時代が来てます。まあラーバルってもう本当に広いんですよ、幅が。そのスケドラがね、スケドラなのかガゴなのかとか、ガゴメルなのかとか、インドなのかメガゴなのか、ねえライトラなのかとかさ、ディガーが入ってる入ってないのだの、ババアだの、宝石だの、タズセンだのみたいな、もう広いんですよ。ヤナアメなの、ハヤブなのみたいな、ね、こう一枚一枚ほんと別に何でもいいんですけども、まあその中で 2,3 年前ぐらいにピークかな、このデッキはすごい流行ってたのが、最近今マルチ上位でも使われてるので、今日はこれでやってみると、おいやー、さあラバルですね。まあ、僕はねもうめっちゃ好きなんですよラバル。勝つは得意なのかな、まあ勝手に得意と思ってるだけなんですけども、ラバルはね、まあ人によっては簡単だけど人によってはめっちゃむずいしみたいなデッキです。まあそれも本当に人によるかなって感じなんですけども、マジで強いです。まあ、僕はよく大会とかでも本当に使いますし、なんかね、高回転の人とかは全然使わないけどね。なんかね、高回転の人に刺さったりもしますし、まあ、とりあえず、まあ、見てってください。僕のね、サラチラバ講座です。で、マジ、ラバーを使う上で、本当に胸に刻んどいてほしいのが、なんだこのポジション。ね、本当に一つだけ胸に刻んどいてほしいことがあるんですけど、守るな。いや、守るな、違うか。攻めだけを考えてプレイしろっていうのはね、これ誰が言ってたかな、 KK だったかな、ライキさんか、いやマジで KK かライキさんがね言ってたんすよ。多分 KK な気がすんな、マジで。あいつらガチチンパンじゃないっすかとか言って、いやそれ俺だな喋り方。マジでラバルってマジで攻めしか考えてないっすよね、あいつらって。脳が攻めしかないんすよみたいなことを言ってたんですよ。僕がポロスの時代の時にね、誰か言ってました。そう。まあでも本当にもうその通りで、なんか、攻めだけを考えればいいんですよ。あとは、こんな感じで、あえてダメージを受けて、このカウンターにつながるような受け方をするんですよね。そう、だから、まあ、僕とかもよく使って言われるのが、サラチラバみたいな。その、まあこのアイデアプレイがもうね、イカレチンなんですけど、ですよ本当に。あ、諦めましたね。いや、まあ、相性いいなこれは。そうマジで、なんて言うんだろうな、タワー折られるのは当たり前みたいな、1本折られる当たり前、2本折られるもああそんなんいつも通りだよねみたいな、じゃあどっちがキング落とすのみたいな考えですね、言っちゃうとね。まあそんぐらいのなんか軽い気持ちでいいですね。なんで基本的にはもう守りません。はい、もう自分の攻めだけを意識するっていうのが、まあ、バカみたいな考え方なんですけど、意外と大事です。はい。ということで、ラバ出します。で、まあ、2マスぐらい内側にやったらね、いいです。まあ、2マスが一番いいかな。1マスでもいいんですけど、基本的に2マスですね。2マス離すといい理由は、これラバのね、外にバルーン、それはちょっと話が違うよ、2、3って感じなんですけども、あ、まあ、これ5くらい。ガチやばいわ。しかもソウルコールまで来る。よいしょ。これはしゃあないですね。そのラバーの外をバルーンが回るので、施設が真ん中置かれた時にバルーンが釣られないみたいなね、技があります、一応。さあ、おしゃれにウォールブレイカーを守りつつ、ゴブドリも守ろうとしたら全てを失うやつ、痛すぎ。さあ、で、まあ、このインフェの吹き矢の相手には、バルーンにインフェ使わせたらラバが生きるよねっていうサイクルをやっていきたいですね。ここはもうぶっちがあんま攻める気なくて、この次ですね。ここでもう右サイドはね、まあ、捨てるというか、なんて言うんだろうな、後への投資、うん。今ここでダメージ受けることによって、この後僕はキングまで得ることができる。そう考えてもらえると、まあ、無視できるかな。ポジティブになれるかなっていうので、ザップ使いますよ。あんずる、それガチずるいな、強いな。さあ、まあ、ラバインド組んでいきます。いやマジサラチラバ使いに皆さんなってください。1本折れるのは当たり前。いやー、熱いなこれ。好き気になってくれんの、
なんならもう2本ね、もう2本折られてもいい、3本折られなければいいんですよ、クララって。そういうゲームなんだね。いやー、これはファイブを使ってくれると、いや、めっちゃうまい、ファイスピ。うん、いや、もうバルーン飛ばしとくなんですけど、今飛ばさなくても。でもおとなしい、これはラバーからいっちゃおう。まあ、バルーン飛ばしてもよかったっすけどね。これもう、いやー、これは相手がファイブを使ったんで守っていいっすね。おいしいからのもうインドバルーンつけるだけですよ。いやー、サラチラバですよね。なんかブロスタとかで、なんかよく、なんだあれは、サッカーか、サッカーモードでなんか見ると思うんですけど、いや、これ神座の矢の雨の神座でもねえか、ただ打ってるだけだ。はい、これで勝ちですね、ぶっちゃけで。ファイブ使ったんで、後ろのスケドラもいけるよねーつって、こうなるとウォールブレーカーも飛ばしにくいよねーつって。はい、あのサッカーモードであるじゃないですか、ブロスターやったことある方ならわかるかな。で、これで守らないと見せかけて守っていく地獄のね、さ、さらちです。相手の陣地がさらちです。あの、何回言うんだ。あの、ブロスターサッカーモードの、あれっすよ、あれ。なんか時間かけると、タワーが全部なくなるんですよ。決着を早くつけろっていうのでね。そう、もうそれと一緒です。それを思い浮かべてください。タワーが全部ないです。相手も俺も全部ない。キングしかありません。っていうのが、という状況になるのがラバです。てか、その状況も何なら作ってください。いや、これマジでやばい。何のディガーだよ。いや、これマジでエリポン、ポンって言って。いや、これガチでいきます。これエリポン、うわ、マジでやばい。本当に嫌い。スリバスケッティアですね。いやー、三子は、やばい。ここで本当にバルーンあればいいんですよ。なんもない。いや、ガチやばいって。渋いです。泣いた方がいいです。いや、ここに関してはさすがに守るね。もう最初なんでね。いや、ガチで渋いっすね。いや、スケドラまで使ってんのがやばいな。いや、まあ、でも 3C 出してくるよな。いやー、えぐい。えぐいが、結局はサラチゲー。あとは気合の防衛。さあ、いや、いい防衛ですよ。で、こんなのはもうね、知らん。やるよ。うれ。これで、いやー、三重子渋いです。まあ、今これバルーンつければ、三重子回んないよな。どうだろう。消えて回してくるのかな。いやー、これは言っていい。で、バルーンだけだと、マジでタワーも折れなくなっちゃったんで、スケドラまで行って、あの、エリポン壊したいっすね、僕は。ガチで。エリポン壊したしてくれ。ぶつ？うわ、ナイス、うんことし。あつ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 。体育ねえかんないで。問題は3周受けるか。いやー、ここはさすがに守る。だから相手によっては、てか基本的に無視ばっかなんですけど、こういう相手に、だけはね、守ってもいい気がするな。呪文がないんでね、相手。さて、ここは、まして。ケツだな。ケツです。で、ラバにスケドラをつけたい。守りながら攻めたい。いやー、これ耐えれるな、ガチで。右側がね、ちょっと残ります。いやー、これ待ってよ、来るか。ちょ、これね、ヤザップで削っときます。で、バルーンのバカ。いやー、これやばいか。ヒースピア許容できるな、なんなら。よしよしよし。耐えたい耐えたい。いいの来る。いや、勝ったんじゃね？勝ちました！熱い！さあ、いや、三重子渋いけど、逆に三重子しかないっていうので、いやー、逃げ切りましたね。なんかもっとね、さらちにするとね、気分がいいんですよね。そう、もうお互いタワー折りまくって折りまくって、もう攻めしか考えてない。毎回自分の攻めで、1回目の攻めでね、お互いタワー1本ずつ取って、で、次の攻めでタワー折り合って、で、最後にどっちがキングを落とす、俺だです。なので、そのね、シーンをお見せしたいんですけども、初手ラバが欲しい。初手ラバ
ガチでラバはね、まあ、デッキにもよるけどね、初手ラバが強いんすよ。いやー、キング起動したいのになんもない。なんだこれ、どうする。スキエレスピでのしロイかクロスっぽいっすけどね。着衣かなったロイホグ。いや、ロイホグなわけないな。キング起動されたら痛いもん。いや、クロスっすねこれ。いや、なんだ、いや違う、ホグでもエレスピじゃない。おー、あ、ロイでしたね。さあ、まあ、流行りの、で、ロイは、これはもうね、無理なので、まあ、許容という名の無視です。はい。これはもうね、いい許容なんじゃないですか。なんなら、直位が場に出てるから、単体バルーン行っとくと、いや、おとなしく、ラバです。まあ、8枚ラバとかでもよかったんかな。どうなんだろうな。基本はあんま守んない方がいいけど、今回の相手にはある程度守ります。さあ、でこれはバルーンをすぐつける必要がないかな。どうだろう、ファイボ持ちなんでね。さあ、スケドラ出す。基本的に相手の方がすることなくなってね、コスト使ってくれるっていう。まあこれでファイボ防衛かな、バルーンが。一発欲しいね。で、相手は、何でもきついか。いや、圧着位強いな。圧着位強いね。よいしょ。まあでもこれは、結局、さらちです。マジ、なんか別にこれね、全然苦しいとかじゃないんですよ。もう当たり前というか、これが基本の、なんだろう、もう基本です。11交換、なんなら1本最初に折られて、フリアンっていう状況からの、みたいなね。これ別にラバの基本なんで、ぶっちゃけ。何もね、焦る必要。で、これ、パピーが破裂する前にザップ打つことによって、全部残ります。で、からの、真ん中ババですね、これ。これです。はい。で、ここからのバルーンも行っちゃって。守っちゃって。さあ、で、頑張るが、まあ、一本追いつくよと。で、追いつかれて、まあでもね、僕もこれダメージ受けるんで、この後打ったで。はい。で、こうなって、みたいな。これがもう当たり前なんですよね。逆に相手はこれで、今、圧着で対空ない、ジュン、ジュワーで焼いてほしいな、これ。焼くか。いや、でも、ロイ用に取っといてもいいな。延命されそう。さあ、圧着いい。いやー、これは神のファイボが来んのか、神のファイボが来るか待っていいけど、防衛でファイボを使いたそうな顔をしている。あ、これインドラ用に圧着い間に合わないから、ピュッ。いや、めっちゃいい。これ今の好きにザップ打って焦がしちゃって、ナイス。グッドゲームというので、これです。ラバルの理想ですね。なんだろうな、最初やばい、ちょっとピンチになるな、やばいな、おられますが、結局その後の一本折りながらのカウンター、両サイポキポキからのキング。いや、これですね。これを覚えるとラバルマジで楽しいんで、ちょっとぜひ皆さんもこれを覚えてほしいね。まあなんかさっきみたいな対空圧着位だけとかにはやっぱ相性がいいですよね。そうなんで、まあ守るのは守るんですけど、基本的には守んないみたいな、要所要所守るよねぐらいの感覚ですね。まあ最初引き攻めてきたりとかはさすがに守るっすけど。あー、グッドゲームやってんな。何が。さあ、でここは、あー、これロあスケブルだからロケットがないか。あー、いやー、やだな。いや、打ちます、さすがに。いや、打たないで。なんだこれ。あ、バレバレ枯渇だ。バレバレ枯渇はね、立ち回りが変わるんですけど、なんとね、バババルーンが強いですっていう、ちょっと特殊パターンになりますね。あん、石化けたかったな、今。多分相手ね、スケドラ見て、インフェなんですよ、バレバレ枯渇。だから、青型勝ったわっていう方じゃないの、どうなんのっていうとこですよね。わかんねえ。ファイブだったら負け確です。最初に言っときます。ファイブじゃなかったら全然戦います。
ケドラがね、これに勝つにはもうスケドラを生かすしかないんですよ。で、あとはバルーンで攻めて、まあバルーンにインフィを使ってくれるわけですよね。ボムタワーでした。神相性です。ごめんなさい、ただの俺のが神相性でした。いや終わりですね。申し訳なくなってきた。本当にグッドゲームだったわ。いやこれやばい、スケベがやばい。なんかバレバレ枯渇とかってスケドラとかがきついので、ラバはね結構溶かされちゃうんですよね、インフェとかに。だからスケドラ、なんかスケドラバルーン、バババルーンとかなんかのユニットプラスのバルーンを無限に攻めてヤナメザップ打っとけば戦えるよねっていうのが、まあなんかいいですね。相手諦めましたね。さあよろしく。いやもう8枚から出せばよかったな。さあグッドゲーム、なんか保冷して叫びながら散っていくっていうクラロはね一番よく見る光景ですね。ね、いやーマジでな、ラバルチンパンなんですけども、まあチンパンじゃねえ時もあります。何言ってんだ俺。さあグッドゲーム、まあ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 、いいねじゃなかったね。さすがにこれマジで 100-0 でしたね。オゲイ、さあ小寺場お願いいたします。もうなんかもう私絶対サブアカですみたいな、なんならもう不戦希望とか書いてるんで、日本人のサブアカ説あるっすね。あのどうなの、カナダファミリー書いてんな。さあネクストラバか、これ待って相手動いてきてくれてほしいな。おかわいい、マイティースタンプ、いやスタンプこれ、いや何も出してこないと結構ガチでマルチジョイでね、あのバルーンでカード回しとかがあるんですよ。初手えぐいじゃないですか。いやまあインフィとか使ってくれたら美味しいしな。もうバルーンで手札回しです。おお、でもザッピーってことはキョロイとかなのかな、何なんだろう。であと大事なのがこのザッピーをねラバ受けするんですよね。だから基本的にね相手の対空への攻撃できるユニットとかをこうラバ受けするのがね結構大事です。でまあこれはキョスケの裏にユニット出せばキョスケのね強みの爆破にも当たんないので美味しいですね。でザッピー咲いたんで、いやーこのインドはね下手でした。ガチで下手だな、これ。もうザップです。今だね、もうザップでディガー飛ばしてください。うん。いや、もうディガー飛ばしておけばよかったな、これ。おい、もう何も噛み合ってねえわ。結局、この後暇になってディガーとかもやるんで、ちょっと待って、本当に今のプレイダメです。見なかったことにしてください。はい。まだこれもう噛み合い者ですね。グッドゲームっすね。いや、どうだ？ハンターザッピーいるな。うまいと渋いっすけど、もう俺もうまいんでって考えた時に勝ちっすね。そのザッピーってね矢座で飛ぶんですよ。そうだからなんか山雨ザップ打っとけばみたいなとこあるっすね。でこれ分かってるとザッピー追加まで来そうだけど、どうだろう、耐えれるか。いや耐えれそうだろ。あーめっちゃいいウッドだな。いやこれはうまいね。もうこんなんしょうがないです。でもこれラバル組んで、いやーザッピー矢座のハンティングベイビーがね厄介ぐらいかな。ハンターがやばいですねこれ。うん、いやーまあでもこれはこうなっていいね。矢座打ってディガーまでいっちゃう。よいしょ、さすがにこれは止めれない。オッケーオッケー。で防衛から行ってみたいな。一本取られるのか当たり前なんでね、別にマジで。なんかみんなも何回もこれ見たと思うんですけど、一本取られるのは当たり前。もう空の襟ごれ響き割り。さあ、いやハンターだけね、ハンターだけマジでやばいですね。いやいいハンターですね。いやインドラお前何やってんだあいつ。ね、でしかも相手クエイクなんでね、このババも突破できないんで、まあさすがに勝ち確ぐらいの、いやサイクルがちょっとだけ渋いか。よいしょ、
サイクルがちょい渋案件ぐらい。いや全然悪くないですね。でも結局悪くはないが、いいわけでもない。いやめっちゃいい。いやーハンター強いなー。ハンティングベイビー、ハンティングベイビー野郎だな。さああと相手も、相手の方がだな、相手の方がサイクル早いんで、それだけちょっと気ぃつけんといけないですね。うん、これでも勝ったなこれ勝ったろ。ほらで、まあ、バルーン飛ばしとくか。いやー来るっすよね。やっぱしっかり守っていこう。守ること大事結局ね。おいからのレッツゴーパーティーでーす。さあということで、まあちょっと危なかったですね。うまかったですけどね結局ね。もう最終的にラワールで勝ち組んでからの両サイピーポーってことです。はい、さあということでラワールね、ガチで強い、まあ強いんですよ。分かれば強いんですけどやっぱ難しいので、まあぜひねちょっとあの俺もサルチやりてえぜと思った方はね使ってみてください。チャンネル高評価もねお願いします。ではお疲れ様でした。またねー。